皆さんこんにちは。今日もブギウギのフレーズを紹介していきたいと思います。2つあるんですけれども、今日はこの間やったブギウギのフレーズを少し進化させたものをしたいと思います。ブギウギのシャッフルの一番最後のところで、1、5っていう風に進むことがあるんですけど、その時に使えるものとなってます。この間したのが、G のキーで、ですけど、今日はこういうフレーズになってます。じゃあこれまずやっていきますね。じゃあ G キーで、じゃあ C で、C でちょっと説明したいなと思うんですけど、この時に、7の音になって、次で3の音になるのがこうポイントかなっていうふうに思ってます。じゃあ C のキーからもう一回いきます。4度上がって次に進んでいきます。じゃあ F のキーでやります。じゃあ B フラットのキーでやります。じゃあ E フラットのキーでやります。A フラットのキーでやります。じゃあD フラットキーでやります。じゃあ次は、G フラットのキーでやります。じゃあ B のキーでやります。でやります。A のキーでやります。D のキーでやります。じゃあ G のキーでやります。ということでした。次のブギウギフレーズはどこの、和音でも使えるものとなっています。1の和音まず弾きますね。 G キーなんで、で、右手をこうサス4で1回弾いてみます。で、サス4からずらして5の音にこう向かっていく。サス4の4の音からで、ここサス4とセブンスノートを弾く感じで、これどこでも使えるということを発見したんで面白いなと思ってこれ選びました。G のキーから弾いていきます。次 C F B フラット E フラット A フラット、D フラット、G フラット、
D、 G、 ということでした。はい、ありがとうございました。